脇坂さん、脇坂さん、はい、チャンピオンもマイレーシングやってる場合じゃないですよ。なんでチャンピオンも一緒にやって、え、どういうことですか。ちょっとマイレーシング早くやめて。メバイス選手もアイレーシングやりたいって言うから、ほらまたもうトヨタガズーレーシング GT カップ2021、うん、第3戦スーパーフォーミュラー、うん、入れました。鈴鹿でのレースがあるんですよ。やりますよ。グランツーリスもやりますよ。グランツーリスも先生もそんなアイレーシングやってる場合じゃないんで早く降りて。グランツーリスもね、はい、もう用意してあります。はい、グランツーリスもです。これ何 SF だ。そうです、 SF ですね、はい。脇坂さんの得意な鈴鹿ですよ。今回も先生の指導のもとに早く乗っていただきます。早く乗る近道っていうことが前回の動画で皆さんも分かっていただいたと思うんですけど、やっぱり持つべきものは先生ですよ。じゃあまずは先生の、はい、なんでここで俺を座らせたんや。はい、ちょっと先生すいません、お願いします。はい、わ、はい、かりました。さあ、行くぞ。さあ、行きましょう。はい。全然早い。さっきまでの景色全然目ついてない。お茶お茶目ついてないわこれ。早いや。結構ズバズバハンドル切るイメージですね。そうですね、ね、あのフロントのグリップ通り越して切ってますよね。切ってますね、アンダー出てますね。ただダウンフォースある分意外と曲がってっちゃうんで、アンダーっぽく走る方がいいかもしれないですね。うぅ、今のヘアピンはアクセルコントロールの難しそうだね。結構ターボラグがあるんで、最初からバコーンって踏むとケツが切っちゃいますね。これデグナー全開でなんかいけそうな気がする。マジでいけますね。メンジン壊れるやろ。えー、何あれ今全開なの。今全高速全開でいきました。縮まったね。ブレーキしないらん、ブレーキなんてこと。もう踏みっぱで大丈夫です。なんでそんな感覚わかんの。言ってるけど、あのリアルでそんなことしたらあかんの。飛んできますよね、一歩目で。それはアクセル抜かなくていいのね。これは大丈夫です。もうあのラグないんで踏みっぱです。ああいうエッジがミッションをしてる車は抜いた方がいいです、うんうん。これでまだ5周目ですもんね。いや、見るのがいいです。距離優先した。距離優先しました。こういうとこなんですよ。あのちょっとでも速く走るために毎週毎週ね、いろんなトライをしてみて、どれがセクタータイムに対してね稼いでるかっていうことを今いろいろな走り方をして試して、でそれのええとこ取りをまとめるっていう時にやるんですよ。でもあのもう優秀そうじゃない人たちっていうのはもう毎週毎週同じように走って延々ずっとやって、その時のベストベストを出そうとするんですよね。この辺がやっぱり世界チャンピオンまで行くドライバーとそうじゃないドライバーの違いだと見てて思いますね。なんか僕が運転できる気せえへん。急にテンションが急に弱気になった。そんな長く引っ張るの。結構エンジンは引っ張った方が多分速そうですね。意外と上の回せば回すほど馬力が出てる
感覚はある。あ、そう、はい。あと6が結構長いんで、うん、5は特に引っ張り気味がいいかなって感じします。いけ早めにやっちゃうと回転落ちちゃうんで。グランツ柱、遠赤の2個目でめちゃめちゃカットできる。あー、はいはい。これちょっとやりすぎなんじゃないですか。それはいいんすか。これ早いんすよ。今のはいいんすか。今年の鈴鹿の国体の予選もああいうライン取りが。あれは取られないですよ。あのショートカット取られないんすよ。そこは聞いとかないと。まずいですよ、ね、これ見とかないとまずいですよ、ね。ファイナルラップ引っ張った方がいいですよね。見えねえし、まあよく修正した。アンダー出てたっぽいんですけど、ハンドル上ではただ切り込んだら曲がってきましたね。チャンス。選手踊っていますがね、ショボショボしてる。寝てる場合じゃないんですよ。行こうか。あっち側に。何これ。何しや。2コーナー何足？ 3？4 です。あ、3か。3戦嘘でかいな。どうだったっけと思って3ですね。うわ、怖っ。ここは 3？4 です。全部 4？ はい。やめよう、絶対いかへん。怖っ、怖いっす。ジグダム全開で。俺はもうコーラが許さないよ。怖い。ま、止まりすぎた。縦がめちゃめちゃ止まるんですよ。あれ、なんかね、キュッてこう勝手に切れるからさ、もうコントロールしづらい、怖い。急にそのダウンフォースが効いてくると、車がうりゃって曲がってくので、うん、逆にそこの領域の速度をずっと出し続けないといけないっていう感じですね。車速を落としちゃうともう急激にアンダーになってしまうので、そのハンドルが勝手に曲がっていくぐらいの感覚でずっと走るのが理想って感じです。その勝手に曲がっていってる時にダウンフォースがあのかなり強く発生してるようなタイミングなので、アンダー出しててもいいってこと？まあ、そうです。もうアンダー出しててもあの車速が乗ってればある程度勝手に曲がっていくような感じですね。なんか外から見てるとタイヤとダウンフォース信じてもそのままいけるか。もうそうですね、とにかく放り込むみたいな。今良かったです。その感覚で全て行くみたいな。おかしなの。まずはもう速度感というかひたすら速度を上げてくるのがまず一番最初ですね。多分強いブレーキもほとんど踏まないです。
強く踏んだ瞬間ドアンダーになっちゃうんで、放り込んで割と弱めのブレーキで曲がっていくような、今みたいにこうドーンってフルブレーキすると多分アンダーはすごい出ちゃうんで、感覚的にはそのハンドルが軽くなるような感覚になるんですよ。速度が上がってダウンフォース効いてると、その感覚のまま走っていくような感じです。全てのコーナー基本的にヘアピンとかチキンとか以外は、今の一足の使い方良かったですね。めちゃくちゃ困ってる、うん、2まではパン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 って下げて、最後ダを切って退院するときに一足入れて、それでそのシフトをロック的な感じでこう頭入れていく。38秒台が出ましたね。多分この調子だと7秒6秒ぐらいまでは出ると思う。あ、そんな感じ、そんな感じです。今やっぱってます。試験今のぐらい？試験はドーンって踏んじゃって大丈夫です。試験とヘアピンは、あの縦にハンドル切らずにブレーキするところは 100% で大丈夫です。1コーナーだったりスプーンだったり、こう、ある程度ダを入れながらブレーキするようなポイントのところは弱めに踏むと曲がってきます。純一さんの場合ブレーキのリリースがめちゃめちゃ丁寧なんで、試験は今逆に1入れないで曲がった方が良かったぐらい、あの、うん、綺麗に曲がってたんで、ブレーキのリリース丁寧な人は2のままでも大丈夫です。で今このドーンって踏んだ時に車が一瞬まっすぐこうまっすぐまっすぐ行こうとしちゃってるんで、3、4、5割ぐらいのをどちらかというと持続させながら徐々に車を落としてきつつ転がしていくんですよ。セクワン多分ゴーストなかったらもうちょい出そうですけどね。基本的に視界が、スプーンが今ずっと1個目がちょっと強めなブレーキになってるんで、若干走力抑えめで曲げながら入れながらちょっと弱めのブレーキを持続的にしてダラダラ止めるような感じでちょっとアプローチしてもらうと、僕の中ではね、ちょっとね、なんだろう、普通レーシングカーってこうフロントをひっつけるように動かすのが今の主流というか、まあ、昔からもそうですけど、そうなんですけど、この車フロントをひっつけてしまうと、僕が使ってるこのファナテックとの相性かもしれませんけれども、フロントをひっつけるとハンドルが重たくなるんですね。それがフロントをひっつけてるのに、ハンドルがひっつけたひっつけただけハンドルがね、急にフィアッと軽くなって、その分あの、なんて言うんだろう、車がものすごくこうグワー巻き込もうとするんですよ。だからそれを嫌がってわざと進入でポッとやってアンダーを作ってフロントタイヤを浮かしたぐらいにしないと、なんかこのハントンとコートの相性が合わなくて非常に難しいので、ちょっとなんかこのスーパーフォーミュラ特有の走らせ方がいるのかなというところと、プラスあのブレーキングですけど、ブレーキのタッチでフロントグリップが立ち上がったり抜けたりするんですけど、それがねもう全く
ハンドルにフィードバックがないので、うん、経験とかフィーリングで運転するというよりかは、もう足のペダルの強さがこのぐらいとか、ハンドルがこのぐらいっていうのを、もう自分の中で叩き込まないと、なかなか速くできないようなイメージ。だからちょっとこう、車側がどういう挙動をするから、そういう運転をするということをやりたがる僕には、ちょっとなかなか不得意で、その辺やっぱ世界チャンピオンなんかは、まあ、多分挙動がもう少し感じた方がもっと乗りやすいんでしょうけれども、挙動を感じない領域でも車をコントロールするということで、この辺はねやっぱ世界チャンピオンさすがだなということがよく分かった動画かなと思います。でやっぱり私がスーパーミスタースーパー GT でありミスタースーパーフォーミュラでないという理由がこの辺ではっきりしたのかなということでございます。チャンピオンどうもありがとうございました。ありがとうございました。次はトヨタ 2000GT で、真逆の真逆ですね、シュライフェですかね、はい、ルブロクリンクです。24時間のコースです、はい、フルコース。 2000GT でノルドシュライフェ行ってぶつかったらどうすんの、俺の体の故障を誰が知るの。何年前の衝突安全基準に乗っ取って作られた車やと思う。知ってる 2000GT って、ここハンドル持つでしょ、はい、座るでしょ、ここにガラスがあってここにピラがあるからね。非常に危険な車に、うん、隣に例えば左ハンドルだとして隣で僕が運転すると隣の選手というか隣の人このぐらいにいますからね、あの車。仲良くなれそうですね。僕あの車実は欲しいんですけど高くて買えない。そういう意味ではちょっといやいやそうにキャラクター的にしてますけれども、ちょっとテンション上がってると、ということで、うん、よろしければチャンネル登録や動画の評価、ぜひ高評価の方をお願いいたします。ということで今回の動画はこの辺で。この辺で。シンジでした。キペでした。メンベシでした。ジュイチでした。ありがとうございました。スーパーフォーミュラー、ダウンフォースがすごく多い車なので、速度が上がってくれば上がってくるほど、まあ、グリップ感は増すので、まあ、できるだけその最低速度を底上げしてあげるっていうのが大事になるのかなと思いますね。鈴鹿は中高速コーナーが非常に多いので、例えば SG のアプローチ一つにしても SG の1個目の左のラインを外してしまうと、それが結局全部に響くようなコースになってくるので、まあ、まずはその車の特性もそうですけど、通るラインをまず明確にしてあげるっていうのが大事なのかなと思いますね。車的にはスーパーフォーミュラターボ車なので、まあ、どうしてもターボラグっていうのがあるんですけど、一速が結構車的に短い、ギアがすごい短いので、一速は基本的には曲げる時のそのワンポイントでもう一曲げしたいというか、アンダーっぽく入ったところでもう一発一速に一瞬落として曲げたいとかっていうの以外はあまり使いたくないのかなというふうには感じたので、うまく車を止めて加速体勢に持っていきつつ、しっかり2速で手前からアクセルを踏んでって、その下級を上げてあげて、いち早くターボを効かせる状態に持っていくっていうのがすごく大事なのかなと思いましたね。ターボラグとかを気にするとこの一つがヘアピンなんですけど、ちょっと進入を広く取ってあげて、でうまく小回りして立ち上がりでもうブレーキしてリリースして、もうアンダーが出ないぐらいにアクセルを開けとくんですよ。で開けといてターボのブーストをうまく立ち上がらせた状態で、向きが決まった時にしっかり二速でベタって踏んで馬力が伝わるように、そこで車速を落としすぎたり下級がうまく上がってないとモサッとしちゃうんですよね。一瞬それがターボラグとしてこうモサッとして馬力が立ち上がってこないので、なるべく手前で姿勢をうまく作ってあげて、早めからアクセルを開け始めてブースター圧を上げてあげて、踏む時にはしっかり馬力が出るように、パワーが出るようにしてあげるだけで、多分ヘアピンの立ち上がりのそのちょっとしたブーストの立ち上がり方一つでコンマ1に変わってくると思うので、意外とそこは大事なのかなと思います。で逆に、まあ、S 字とかも突き詰めていくと本当ベストのラインってあって、遠赤ちょっとかすめたりとかっていうのはあるんですけど、逆にダウンフォースがすごい効いてるんでライン外してってもコンマ1とかしか差がつかなかったりするんですけど、その低速からの立ち上がりでうまくブースター上げて立ち上がるっていうのは、それできるかできないかで平気でコンマ2、3とか違ってくるんで、まあ走るラインと低速の時のターボの
ブーストの立ち上がらせ方っていうのはすごい大事になってくるような気はしました。まず今回デバイスで言えばこれファナテックの CSL でペダルが V3 ペダルだったんですけど、このファナテックのそのフォースフィードバックの感覚が、まあ、よく言えば滑らかなんですよね。すごいモーターのトルクがかかってる時、弱くなってる時っていうのがすごい滑らかな感じなんで、市販車とかはにすごい合ってるのかなとは思ったんですけど、レーシングカーになると逆にすごいヌメッとしすぎちゃってて、その例えばスーパーフォーミュラだとアンダーがある程度出てる時はそこそこそのモーターのトルクが感じられるんですけど、ダウンフォース効き始めると急にこうグワッと軽くなって、でも軽くなると普通はこうむしろ曲がってないように感じるんですけど、その軽くなってる時が一番曲がってるんですよね、このゲームだと。だからそこの違和感が少しあったので、僕の場合はあえてそこに行かせないというか、やっぱあのステアリングからの情報をすごく重視したいので、姿勢を作っていくというよりはもう車の車速を上げて放り込んだ上でハンドルをちょっとアクション強めにスパッと切って、気持ち最初のそのグリップの立ち上がらせ方をアンダーっぽくして、若干その滑らせてじゃないですけど逃げさせて、逆にそれでハンドルのインフォメーションをうまく感じ取るような走らせ方をしたいですよね。だからこれが例えば TGT とか他のハンコになるともしかしたら違うというか、もうちょいそのトルクのかかり方とかも極端なので、そこまでヌメッとした気持ち悪い感じじゃないんですけど、このデバイスだけで言えばそのヌメヌメ感がどうしても慣れなくて、本当に車が曲がってるのか曲がってないのかっていうのも分かりづらかったんで、あえてその情報を多くするためにアンダーっぽく走ってました。基本的にはこのゲームにおいてはダウンフォース多い車はもうオーバースピードぐらいで突っ込んでって、タイヤのグリップの先のダウンフォースでうまく曲がってあげるのが一番早いと思うので、一番最初はまあその全開で飛び込んでみたりとか、まあ、曲がれねえだろうって速度であえて曲がってみて、そこからちょっとずつこう落としてってあげるっていう方が早く走らせるための近道なのかなと思いました。だからまあ最初は止まりすぎちゃうよりもうドアンダーで走ってって、そこから徐々に落としていく方がタイムを詰めるには有効的なのかなと思います。これも考え方というか感じ方で違うので、あの実車には乗られてなくてゲームしかやってない人っていうのは多分どういうデバイスでもあまり違和感なく目の情報だけで走れると思うんですけど、例えば普段車乗ってますとか逆にレーシングドライバーですとかっていう方は、もしスーパーフォーミュラーを走られる場合は TGT とかのがデバイス的には合ってるのかなと思いました。あとはロール感はすごいスーパーフォーミュラーなんで感じないんですけど、ただブレーキをバコンって強く踏んでしまうと、やっぱりどうしても制動と旋回って同時にはなかなかできないので、車速も落ちてダウンフォースも減るプラス踏んでるときは車が曲がっていかないので、例えばスプーン1つ目2つ目とか、また S 字もそうですし1コーナーもそうですけど、できるだけ強いブレーキはハンドルがまっすぐの状態で一瞬踏んであげるか、ただ SF の場合はすごいダウンフォースが多くてできるだけボトムを上げていきたいので、あまり強いブレーキっていうのはヘアピンの進入と試験以外は踏まない方がいいのかなと思います。なので1コーナーとかもできるだけ弱い1割2割ぐらい、このグランツリスモのゲージで言えば1割2割ぐらいのブレーキを持続的に踏んであげて、車速もそこまで急激に落とすことなくダウンフォースはキープさせて、かつ車を徐々に止まらせていくっていう走り方がすごく有効的だと思いますし、それがスプーン1個目とかはすごく顕著に出るので、スプーン1個目なんかはブーってまっちゃんから走ってきてハンドルを切ってからブレーキするぐらいな感覚なので、そこで強いブレーキをしてしまうと車が曲がろうとしているところだが切ってる状態でブレーキすることになるんで、そのまままっすぐブーって行っちゃうので、特にダウを切りながら入っていく1コーナーだったりスプーン1個目とかっていうのはできるだけ弱いブレーキのまま曲がりつつ車の車速をうまくこうちょっとずつ殺していくっていう、そのバランスが大事になってくると思うので、そこら辺はちょっとうまく注意しながら走ってみると一気にタイムは縮まると思います。なのでとにかく低速コーナーではできるだけブーストを早く立ち上げられるように早めからアクセルを開けていく、で多少ブレてでもしっかり踏んでいく、で高速コーナーはできるだけボトムを稼げるようなライン、できるだけ広く取ってあげて最低速度をどんどん上げていくようなラインと、あとスプーンだったりとか1コーナーっていうのは強いブレーキをあまり多用せず、できるだけ弱いブレーキでダラダラ落としながらできるだけ最低速度を高い状態でキープしてあげるっていうのが大事になると思うので、そこら辺を注意しながらぜひ皆さん頑張ってください。
Thank you.